皆さん、こんにちは。今から遅いお昼をいただきます。今日は、たこ焼きにしました。もちろん、冷凍のです。それと、サラダと、コーンスープと、いつものコーヒーです。さて、昨日ですね、4月の19日、私の待望の第7弾目のオリジナル曲「空からのメッセージ」出ました。完成しました。昨日ね、八雲さんとやり取りをして音作りして、やっと23時の八雲さんのライブまでなんとか編集もできて、そして、ヤクモさんのライブで新曲発表したんですけども、皆さんに聴いてもらって嬉しかったです。私のチャンネルにアップして、もうほんとね、皆さんからいっぱいコメントいただいてね、いい曲だねって言ってくださって、本当に嬉しかったです。ありがとうございました。でね、この空からのメッセージについてちょっと今日はお話ししたいなと思って、ね、ちょっとうまく喋れるかわからないんですけども、この空からのメッセージは、あのカルルンさんがね、自分の実体験をもとにして作詞をしてて、それに八雲さんに曲をつけてくださいということで依頼が来た作品なんですけども、カルルンさんは去年の台風でもうお家をね、なくされてしまったんですよ。なくされてしまったっていうか、もうとんでもない被害に遭われてね。んで、佐渡の方に避難して、そんでなんかね、ようやく落ち着いた時に、ふと空を見たら、涙がこぼれてきたっていう、空も見る暇もなかったっていう、そんなね、辛い悲しい体験をね、その詩にしたんですけども、でも悲しいだけじゃなくてね、なんか生きる希望をねくれるような前向きな、ほんと素敵な作詞でね、でそこにまた八雲さんが素敵なメロディーをつけてくれて、本当に素敵な作品に仕上がって、でその作品を私がだよんだよが歌うことができてね、もう幸せでいっぱいなんですよ。で、皆さんも多分聞いてくださったと思うんですけども、本当、なんだろうな、すごく素敵な、あったかくなるような、ほっとするような、そんな作品に仕上がって、私もね、昨日は嬉しくて、興奮して眠れなかったんですけども、いや、寝たんですけども、それで今朝もね、自分のライブで、新曲を3回も歌っちゃいましたね、生歌で。そのぐらいなんかね、嬉しかったんです。で、そういういきさつがあって生まれた曲が、空からのメッセージという曲なんです。で、またよろしかったら、何回も何回も聴いてください。本当にいい曲です。アルルンさんと八雲さんの、チャンネルの概要、URL も貼っときますので、合わせてご覧になってくれたら嬉しいです。それでは、いただきまーす。またねー。